次は小川美佐子議員。2009年12月議会におきまして、無所属草の根の立場で個人質問をしてまいります。国民に支持され、大きく期待される鳩山政権の下、行政刷新会議による事業仕分けについては、事業の判定基準が明確でなく十分に論議が尽くされたかなど課題はあるものの、公開の場で論議するという初の試みであったこと、また事業の無駄を省き予算編成に対する透明性が高まったことなどの評価が同僚議員への答弁で明らかになりました。さらに本市の事業仕分けの実施については行政評価の外部評価などにより事業仕分けと同様な取り組みを行っているので現在のところ導入は考えていないという答弁もあり重複を避け割愛したいと思います。早速今回の事業仕分けのテレビ中継で話題になり物議を醸した独立行政法人国立女性教育会館ヌエックの納得できない補助の大幅削減について以下お尋ねします。1点目、ヌエックが本市をはじめ市町村に与えた大きな役割。2点目、コンクリートから人へをスローガンにした鳩山政権のビジョンを先取りしてきたこの効果、ことの効果。3点目、ヌエックが進めてきた男女共同参画推進の機能強化と充実がもたらす意義。以上3点、まとめて答弁を求めます。松永市民局長。お答えいたします。ヌエックには、全国から行政や女性関連施設等の職員、女性団体等のリーダーが研修に参加し、交流を深めております。本市でもさまざまな研修へ職員が参加し、また、公募の一般市民の方々を研修やフォーラムに派遣しており、男女共同参画の理解と職員の資質の向上に、ヌエックが果たした役割は大きいと認識いたしております。次に、ヌエックは、昭和52年の開館以来、行政や女性関連施設等の職員、女性団体のリーダー、女性問題に関心を持つ方々などに、高度で専門的な研修や調査研究を実施してきております。男女を問わず、一人一人の意識啓発とスキルアップが図られ、男女共同参画推進の原動力となる人材の育成に貢献していると考えております。次に、男女共同参画推進の機能強化と充実によって男女が対等なパートナーとしてお互いにその人権を尊重し合い性別に関わりなく個性と能力を十分に発揮することができあらゆる分野に参画し共に責任と喜びを分かち合える社会が実現できると考えております。以上でございます。小川美佐子議員。答弁いただきました。本市にとってもヌエックが果たしてきた役割は大きいと私たち市民と認識が一致しているようです。男女が互いの人権を尊重し性別に関わりなく個性と能力を発揮しあらゆる分野で自分らしく生きていけるよう本市の市民、職員、研究者もそれぞれが意識啓発、資質向上のために研修を重ねてスキルアップしてきた私たちにとってはかけがえのない場がヌエックです。10年ほど前になりますが私たちは 3L が新設されるにあたりより良い施設になるようにと自主的に全国に既存施設のアンケートを取って分析公表し陳情の経過を一冊の本にしてヌエック開催のフェスタに参加しました。そして 3L の供用開始が始まると女性と労働専門の中野真美弁護士を招き学んだことの報告を含め、女性の働き方に関するワークショップをヌエックで開くなど、幾度となくヌエックに集い、学びと交流を深めてきました。
先の9月議会で私は女性に対するあらゆる形態の差別を撤廃する条約に批准し、24年経過しながらも実効性に乏しいと今年の8月に国連から勧告を受けた日本の世界的に低い男女平等度に関しての質疑を交わしました。日本が法律上に女性差別を残していることに対する警告でもあり、国会の責任にまで言及した勧告を受けた後にもかかわらず、女性研究者への支援策も研究費は不要と削減されましたが、本市での女性研究者への支援はどうなっているものか、以上お示しください。松永市民局長。女性研究者の支援策としてネックでは、女性研究者が参加して男女共同参画等に関する専門的な調査研究事業や、女性学男女共同参画資料の男女共同参画関連の資料情報の収集提供を行っております。本市では女性研究者だけを対象にしたものはございませんが、支援をすることはあらゆる分野への女性の参画を推進する上で必要なことであると考えており、本市の男女共同参画推進リーダー国内派遣事業や調査研究支援事業を通して女性研究者への支援になる、のではないかと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。ネックや女性研究者支援策の削減に危機感を持った私たちの仲間は、先週国会議員会館で国会の議員会館で対話集会を開きました。民主党の女性参議院が複数参加され、それぞれネックを大事にしたい旨の発言をされています。男女共同参画を加速するための事業として、女性研究者への支援がスタートしてまだ3年なのにと、削減に対する異議もあったそうです。福祉、子育て、労働などあらゆる政策の根っこに必要とされる男女平等の視点を政策発展に生かすには、専門性の高い調査、分析、研究結果を共有し、それが家庭、職場、学校、地域で具体的に実践されることです。男女共同参画を推進する政策こそが、コンクリートから人への民主党ビジョンの実効性を高くする試金石で、予算削減は逆行です。ネックの果たしてきた役割を評価されるのであれば、ロビー活動に託するばかりでなく、今こそ必要不可欠な事業の予算削減に待ったをかけるよう、国へ意見を届ける努力をしていただくよう要請しておきます。次に、今回の仕分け作業では、原発回帰とも取れる改善なき事業が散見され、私たちは気候を原子力化しないでほしいと訴えていますが、原発及び新エネルギー関係について、事業名とワーキンググループの評価結果について具体的に、以上お示しください。川原環境局長。お答えいたします。事業仕分けにおける原発関係と新エネルギー関係の事業につきまして、事業名と行政刷新会議ワーキンググループの評価結果を順に申し上げますと、原発関係につきましては、電源立地地域対策交付金見直し、高速増殖炉サイクル研究開発事業の見直し、高レベル廃棄物処分技術開発、来年度の予算計上の見送りを視野に検討となっております。新エネルギー関係につきましては、地方公共団体対策技術率先導入補助事業廃止、住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金予算計上見送りなどとなっております。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。文殊が1995年12月8日にナトリウム漏れ事故を起こし、今日で丸14年です。高速増殖炉サイクル研究開発は見直しとはいえ、文殊運転再開発に232億円、文殊運転再開発費232億円は削減していません。このことに対して、少子化担当大臣の福島みずほ社民党党首が、十数年1ワットも電気を生んでいないからメスを入れるべきと指摘しています。文殊で使用されるプルトニウムも生み出す六ヶ所村の再処理工場も本格稼働の長期延期で、実質破綻とも言われる中、文殊の再運転を容認するのは愚の骨頂です。
さらに経産省は原子力を一種の迷惑施設と認めつつも、原発関係の原電立地地域対策交付金の見直しは概算要求1149億円のうちの原子力関係は満額認められ、その使途についても自由化して地方の裁量に任せると明記しているのです。その一方、火力は 減額見直しの方向です。化石燃料に厳しいのは地球温暖化の CO2 搬入説に加え、原子力に着実に取り組むという新政権だからなのでしょうか。ご答弁の中に特に本市に直接影響のあるのは、地方公共団体対策技術率先導入補助事業の廃止と、住宅用太陽光発電導入支援策費用補助金の見送りだと考えますが、せっかく港踊り別館に40キロワットの太陽光発電設置が計画され、今年度は公共施設の可能性調査も予算化され、いよいよこれからという時に出花をくじかれた思いです。可能性調査自体も無駄になるということになりませんか。さらに個人住宅向けの太陽光発電についても本市の新エネルギー促進に大きなダメージになると思いますが、認識は一致するのか、またこのことについてどのような対応を考えておられるのか見解を求め、以上再質問とします。川原環境局長。新エネルギー関係の事業仕分け結果につきましては、今後国の予算編成等の動向を見守ってまいりたいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。国の予算編成を見守りたいというのは消極的すぎます。日差しの強い鹿児島市でエネルギーの地産地消を進める意味でも、貴重な補助を廃止しないよう国へ声を届けるべきではないでしょうか。環境行政に力を入れておられる市長に要望しておきます。次に環境事業に関してお尋ねします。質問準備の中でホームページに本市も主催と明記されている鹿児島環境新エネルギーフェアは、県を中心とした実行委員会で本市の予算は使わず講演的な立場での参加と分かりましたので、そのことを踏まえて質問してまいります。まず11月に開催された環境フェスタ鹿児島環境新エネルギーフェア、それぞれの目的と成果、それぞれのイベントの全体参加数と使った費用、環境フェスタ鹿児島実行委員会の募集などの経緯および内容構成について、同じく広報宣伝の手段内容について、以上まとめて答弁ください。川原環境局長。お答えいたします。本市が中心となって実施した環境フェスタ鹿児島の目的は、環境問題に対する関心や意識を高め、日常生活や事業活動において主体的に環境保全活動を促進することであり、体験イベントなどにより大人から子どもまで幅広い年齢層の方々へ環境への意識を高めていただいたと考えております。また県が中心となって実施した鹿児島環境新エネルギーフェアの目的は、各種の展示実演体験などで構成する環境学習の場を提供し、意識啓発を図ることにより環境保全のための自主的積極的な実践行動の取り組みおよび新エネルギーの導入を促進することであり、さまざまな分野の情報提供を通じて良い気づきと学びの場を提供できたとのことでございます。それぞれのイベントの全体参加者数と予算額についてですが、環境フェスタ鹿児島は2日間で約8000人、約370万円でございます。鹿児島環境新エネルギーフェアは2日間で約1万2600人、約600万円でございます。環境フェスタ鹿児島の実行委員会は、市民・市民団体・事業者・行政の23名で構成されており、市民につきましては昨年度公募選出され、今年度も引き続きお願いいたしたところでございます。広報につきましては、一律の小学校全生徒へのチラシ配布や、鹿児島環境未来館周辺地域の折り込みチラシ配布、公共施設および市電市バスでのチラシ掲示のほか、ホームページでの情報提供や生活情報誌への基地掲載など幅広く行ったところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれ
ご答弁いただきました。環境フェスタ鹿児島に関してはホームページも綺麗で分かりやすく申し分のない広報だと評価できます。鹿児島環境新エネルギーフェアの方はホームページによれば1万人ほどの参加とありますが、同じ会場で先着500人の参加を呼びかけ、わずか40人ほどの参加だった。世界がもし100人の村だったらの著者池田佳代子さんの100人の村から見た地球温暖化環境問題と題した講演会の取り組みに使った費用、同じ会場での北海道洞爺湖サミットで記念上映された作品の鹿児島初上映と歌ったこの上映に使った費用及び参加者数を以上まとめてお示しください。川原環境局長。鹿児島環境新エネルギーフェアにおける池田佳代子さんの講演会の費用といたしましては、予算額で約17万円とのことでございます。次に映画の上映費用といたしましては、予算額で約8万円、参加者数は20人とのことでございます。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきましたが、あまりの参加者の少なさには驚きます。500人会場に20人だけの参加者。本市が予算的応援をしていないからといっても、もっと連携して参加者を呼びかける広報のお手伝いはできなかったものか、県の予算であっても市民にとっては税金の無駄遣いに変わりありません。連携を強化していただくよう要請しておきます。次に環境フェスタ鹿児島の実行委員会方式についてメリットなど考え方をお聞かせください。以上答弁を求めます。川原環境局長。実行委員会方式で開催する場合、市民、事業者、行政が協力連携してイベントの企画や広報、運営を行うことにより、市民等のニーズに合った手作り感のあるイベントとなり、多くの参加者が見込めるものと考えております。また、実行委員会方式を取らなかった場合、市民団体や事業者を通じた周知の徹底が図りにくいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。本市の環境フェスタ鹿児島は公募も含め長い時間をかけて連携してきた実績がありきめ細かな企画となっているのだと思います。環境行政最後の質問になりますが、県の環境イベントの前日に同じく県民交流センターで環境省と経産省主催の焼酎リユース瓶推進シンポジウムがありました。本市も講演という形で参加されたようですが、パネリストなど関係者を含め500人会場に、これもまた5、60人の参加者でした。もう少し積極的な参加をすべきではなかったのか、3R 啓発を進める本市の参加はどうだったのか、以上お示しください。またこのような国、県、市の取り組みなどに対しての連携、市長の参加はどうなっているのか、今回の参加者があまりにも少なかった環境問題の各イベントについて、参加者を増やすという観点から、広報にどのように取り組んでいかれるのか、以上まとめて答弁を求めます。川原環境局長。焼酎リユース瓶推進シンポジウムにつきましては、本市といたしましてもリユース瓶の普及促進を図るために行事を講演するともに市民の広場やホームページにより広く市民に周知を行ったところでございます。また当日は担当部署の職員も複数参加いたしたところでございます。ついに環境問題の啓発に関しましては、今後とも国や県を含め市民事業者と協力連携をし、環境に関するイベントなどへ多くの市民が参加できるようさまざまな広報手段を用いてまいりたいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁に今一つ改善への熱意が感じられません。事例発表には牛乳瓶をワンウェイでなくリユース瓶に変えた団体が回収率が 98.9%、 5年余りで7310万本もの瓶を節約したという報告もあり、焼酎の産地鹿児島としても、また 3R 意識啓発のためにも多くの市民に聞いてほしかったという思いでガラガラの会場を後にしました。今後は国、県、市の連携を強化して、まずは参加者の確保をしていただくことを要望しておきます。新たな質問に入ります。一部企業の利益のため環境や命の安全が犠牲になる遺伝子組み換え食品、クローン家畜食品などの問題点と表示義務について順次お尋ねしてまいります。1、現在
食品表示はどのような法律のもとに表示がなされ店舗に流通しているのかに、また加工食品とトレーサビリティのと呼ばれている生産流通履歴と原料原産地の表示義務化はどうなっているのか、また遺伝子組み換え食品及び飼料の表示義務はどうなっているのか、またクローン家畜食品の表示義務化と現状について以上まとめてお示しください。松本健康福祉局長。食品表示に関してお答えいたします。食品の表示を規制する法律には食品衛生法や JAS 法などがあり、食品衛生法では 食の安全を確保する観点から食品の名称、製造者氏名、消費期限または賞味期限、遺伝子組み換えである旨などを表示することとなっております。一方 JAS 法ではこれらの表示に加え消費者の商品選択に資する観点から生鮮食品は原産地を、加工食品は原材料名などの表示が義務付けられております。また餅や緑茶など生鮮食品に近い24品目の加工食品は原材料名に加え原材料の原産地名の表示も義務付けられております。トレーサビリティ制度については牛の場合農場段階から食肉に至るまで個体識別番号の表示が義務付けられ、成果物、鶏卵、牡蠣などではガイドラインに基づき関連業界の自主的な取り組みが進められているところでございます。次に遺伝子組み換えである試食品につきましては、その旨の表示また生産流通の各段階で遺伝子組み換え農産物を分別していない場合は不分別である旨の表示が義務付けられております。なお遺伝子組み換えでない食品につきましてはその旨を任意で表示できることとなっております。以上でございます。成清経済局長。お答えいたします。遺伝子組み換え飼料につきましてはいわゆる飼料安全法により安全性承認手続きを完了していない遺伝子組み換え飼料の輸入禁止などの措置が取られておりますが、遺伝子組み換えに関する表示義務化はされていないところであります。次に、クローン家畜は主に牛、豚において受精卵や体細胞を使ったクローン技術により生産されたものであります。受精卵を使ったクローン牛の表示は任意となっており、一部は CBF として流通しております。また、体細胞を使ったクローン牛、クローン豚について、農林水産省では研究目的に限定するよう関係機関や団体に協力要請し、関係する食品は市場に流通していないところであります。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。受精卵によるクローン牛の表示は任意で、すでにシービーフとして市場に出回っているとのこと。また体細胞クローン牛や豚の商品化も間近いと言われている今、シービーフの主な供給先を調査していただくよう要請しておきます。また遺伝子組み換え食品については、遺伝子組み換え表示制度の欠陥によって知らずに食べ続けているのが現状のようですが、日本とヨーロッパではどのように違うのか、昨年12月議会でも同様の質問をしておりますが、有機農業推進法の遺伝子組み換えに関する考え方、遺伝子組み換え食品によりすでに出始めている影響とはどのようなものがあるのか、以上まとめて答弁ください。松本健康福祉局長。遺伝子組み換え食品の表示につきましては、ヨーロッパでは遺伝子組み換え食品はすべて表示義務の対象となっております。一方、我が国では大豆、トウモロコシ、バレーショなど7つの農産物とこれらを主原材料とする加工食品のうち最終製品に組み換え遺伝子が残存するものが表示の対象となっております。遺伝子組み換え食品の健康への影響についてでありますが、海外では動物実験において体重低下、免疫異常など安全性に疑問を呈する結果が一部発表されているようでございますが、我が国におきましては食品安全委員会で
アレルギーや酸性タンパク質の有害性の有無など、健康に対する安全性を科学的に審査し、安全と判断された食品が流通することになっております。以上でございます。成清経済局長。有機農業推進法における遺伝子組み換えに関する考え方でございますが、法第2条におきまして、有機農業では遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本とすることが定義されているところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。ヨーロッパでは全てが表示義務の対象になっていて、レストランなど外食産業メニューにも、また家畜の飼料にも表示義務が課せられています。また先の答弁にありました不分別という曖昧な表現もヨーロッパでは否決。答弁にあったような動物実験の結果が人に出始めてからは遅いのです。とりわけ細胞分裂の活発な成長期の子どもたちへの影響は不安です。そこでお尋ねいたしますが、学校給食で使用する食材の中で輸入食品の占める割合はどの程度か、また遺伝子組み換えであるかないかの選別と監視はどのようにしているのか、また他都市の学校給食ではどうなのか、以上まとめて答弁ください。石踊教育長。お答えいたします。本市の学校給食における輸入食品の占める割合は、平成20年度の調査では 6.9% となっております。次に、遺伝子組み換え食品の選別や監視につきましては、輸入業者との契約の際に、物資調達要項で品質や規格等の基準を示し、安心で安全な食材を納入してもらうようにしており、また業者からの原料企画書等で確認するとともに、食材の納入時にも栄養教諭等が品質や生産地等の確認をしているところでございます。次に、遺伝子組み換え作物、食品に関する他都市の取り組みにつきまして、県内いくつかの市や町に伺ったところ、本市と同じような選別や監視の方法で実施しております。先ほど、納入業者というところを輸入業者と申し上げました。納入業者と訂正をお願いいたします。以上でございます。小川美佐子議員。答弁いただきました。学校給食の輸入食材は 6.9%、 遺伝子組み換え食品のチェックは3段階設けてあるとのことで少々安心しましたが、表示義務制度を厳しく見直すことが今日の課題です。今後も遺伝子組み換えに関する調査を続け、またの機会に質問してまいります。最後の質問に入ります。建築基準法違反の建物について、本市の指導命令、また市民及び建築業者への対応などについて順次お尋ねしてまいります。先の9月議会においても、住宅の貸担保責任保険の市民への説明について質疑が交わされましたが、住宅また建物の問題は所有者である市民にとっては一生の財産をかけた問題であり、同時に耐震性や耐火性能などの欠陥は人命に関わる重大な問題です。そこで所有者に対する指導のみでなく、メーカーへの指導状況についてお伺いします。私が相談を受けた市民の方は、全国大手メーカーで平成11年に3階建ての集合住宅を、12年に同じメーカーの2階建ての集合住宅を作られ、現在自宅兼事務所としても使用されています。3階建て2階建ての建物合計で約1億円以上の融資を受け、さらに退職金もすべてこの資金に充当されたとのこと。平成12年12月からこの建物の2階建ての一室を自宅、3階建ての一室を事務所として本人が使用されていますが、当初から壁の内部、天井、床から異常な音がしたり、床が歪んできたりしていたそうで、メーカーと協議した結果、入居した平成12年12月の末には、メーカーが無償で建物を調査して補修するという合意書を交わされています。しかしながら、合意書を交わしたにもかかわらず、このメーカーは苦情のあった部分だけを手直しして、欠陥の原因の説明も調査も一切行っていません。メーカーが対応しないまま、外形からはっきり判明できるような亀裂が生じるなど、建物の傷みが
素人目にも普通ではないことが分かるようになり、ついに平成20年1月、本市の建築指導課に相談に赴き、建築確認申請の届け、建築完了検査についてなど問い合わせをされました。所有者が異常に気づいた経緯、そこに至るまでの経緯、指導内容について建築主とメーカーへの指導内容を明らかにしていただきたいと思います。以上、まとめて答弁を求めます。山中建設局長。お答えいたします。小田田市の建築物は平成11年に本市の建築確認を受けて建築された、国からの性能認定を受けた工業化住宅、いわゆるプレハブメーカーが施工した鉄骨造り3階建て共同住宅でございますが、竣工後に排水管からの騒音や廊下からの振動などが著しいことなどの異常に気づかれたと所有者から伺っております。所有者は排水管からの騒音などの改善について施工者へ相談されましたが、適切な対応がなされなかったとのことで、施工者に不信感を持たれ、建築基準法に抵触する部分もあるのではないかと、竣工後約10年を経過した平成20年1月、本市に相談がなされたものでございます。この時点では所有者及び施工者に対して特に指導は行っておりませんが、本市で確認したところ、当該建築物は完了検査を受けていないことが判明したところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。所有者である市民は市への相談に赴くと同時に建築士に依頼し、建物の独自調査を始めています。その結果、ご答弁いただいたように、本市担当職員から3階建ての集合住宅は完了検査を受けていないことを指摘され、建築士によるこの時点までの調査で建築確認申請書と大きく異なる施工がなされていることが分かりました。そればかりか市の担当職員からは建築基準法に違反する施工が散見される指摘を受けたそうです。通常、建物の完了検査の申請は建築確認申請と同じく事業者が申請を行っていて、この建物に関して所有者である市民も市から届いた完了検査の案内と申請書一式をメーカーの営業部長にそのまま渡し、メーカーの方で手続きをするということだったので、当然検査を受けているものと思っていたとのこと。完了検査を受けていないことは市の担当者から聞いて初めて知ったとのことです。その後、市の担当者からのアドバイスもあり、所有者は公正取引委員会に対し平成20年2月29日付で商品の不当表示に当たるのではないかと通告しましたが、公正取引委員会は不当表示というより建築基準法違反及び建築の工業化認定違反の疑いが強いと判断し、国土交通省へ本市からの資料を一式転送するようにという連絡があったとのことです。その結果、国土交通省から本市への指示のあった調査内容はどのようなものだったのか、以上答弁を求めます。山中建設局長。所有者は本市に相談された後、当該建築物の工業化認定、住宅認定を行った国土交通省から認定図書を取り寄せ、独自に当該建築物を調査され、施工に問題があるのではないかと国土交通省へも相談されております。この相談を受け、平成20年8月5日に国土交通省から本市に対し、当該建築物の工業化住宅認定内容の特定、特定後に当該認定の使用書と実際の現場との照合及び建築基準法関係規定への違反項目が認められた場合の適切な違反是正等の対応を行うよう要請がございました。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきましたように、昨年平成20年7月国土交通省からこの建物2件を調査するように文書で本市へ指示した旨、所有者である市民へも連絡があったとのこと。8月5日12日に本市の建築指導課の2名の職員の方が所有者の事情を聞きに行かれたようですが、工業化認定図書一式と建築
確認申請書一式のコピーを持ち帰っただけで建物の調査を行いませんでした。所有者はメーカーを相手に平成20年6月より民事訴訟を起こし、現在係争中ですが、このメーカーは国の工業化認定を受けて全国同一仕様の建物だから建築基準法違反は一切ないという主張を繰り返すだけとのこと。そこで市民は本年6月29日再度本市建築指導課課長宛に現在までのに建築士が調査した資料を添付し、違法建築の調査依頼を文書で申し立てしました。約1年国土交通省からの調査指示に従わなかった理由、さらに本市への申し立ては署はどのような内容でどのような対応をされたものか、以上答弁を求めます。山中建設局長。国土交通省から調査の要請を受けた平成20年8月5日に本市は現場へ出向き、改めて所有者から聞き取りを行ったところ、当該建築物の違法性について所有者と施工者の間で現在係争中であるとの説明を受けましたことから、本市といたしましてはその経過を見守ることとし、その後状況に変化があればご連絡をいただきたいと所有者にお伝えしたところでございます。その後21年6月まで所有者から連絡がなかったことから、建物調査等は行わなかったところでございます。所有者は6月29日に来庁された際、当該建築物が建築基準法違反であると主張され調査を依頼されました。これを受けまして7月22日に本市建築指導課職員4名と消防局職員4名で現場調査を行ったところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。違法建築物の調査ですから、図書や書類を持ち帰るだけではなく、当然建築物の調査を初めから行うべきではなかったでしょうか。昨年の8月時点で所有者が依頼した建築士が建物の一部を解体し、すでに調査を進めていたわけなので、市は解体作業しなくても内部の調査ができたはずです。申し立てを受け1年後の今年、やっと数回にわたり本市の建築指導課消防局による建物の調査が行われたようですが、その調査の結果、本市が所有者に改善を指示された内容、またその経緯、根拠となる法の条項もお示しください。以上答弁を求めます。山中建設局長。平成21年7月に本市が行いました当該建築物の現場調査では、主な違反といたしまして、給排水管が床および壁等の防火区画を貫通する部分の隙間が塞がれていないことなどによる建築基準法施行令第112条第15項違反が明らかになりましたことから、8月25日に本市から所有者に対して改善の指示書を交付いたしました。その際に所有者は一部柱、梁の防火被膜が不十分であるとある点と、隣接する2階建ての共同住宅のコンセントが防火構造の壁を貫通している点について再度調査依頼をされたところでございます。このことにつきまして本市で3階建て共同住宅について9月7日に現場調査を行い、主要構造部の柱、梁の防火被膜が不十分なことによる建築基準法施行令第115条の2の2第1項第1号違反が明らかになりましたことから、10月16日本市から所有者に対してこのことを追記した改善の指示書を交付したところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。3階建ての集合住宅は建築基準法27条および36条に違反していること、2階建て集合住宅は施行令114条1項および115条の2の2に違反していることが判明しています。本市は所有者に対して3階建ての集合住宅について8月25日建築基準法36条による施行令112条9項および15項129条の2の5に違反していることによる改善の指示文書をまた
10月16日には同じく3階建ての集合住宅について建築基準法27条に違反していることによる改善の指示文書を出しています。本市が所有者に改善指示した建築基準法27条は3階建て以上の集合住宅は柱、梁、屋根などの主要構造部は1時間の準耐火構造にしなければならないというものであり、36条による施工令は3階建て以上の集合住宅は上下階、隣接する住戸、他の居住への火災時の煙の蔓延、火災の延焼を防ぐため、準耐火構造の床、壁を貫通する給水管、配電管、排水管の隙間をモルタルなどの不燃材料で埋めること、また直径100ミリ以上の排水管は上下1メートルを不燃材料で覆うか、1時間の準耐火構造の材料で覆う、囲うかのいずれかの措置をしなければならないという規定です。この建物はいずれの措置も取られていません。おまけに表面に見えない部分の配管が通っているところの壁は配管を通すために廃であります。建築基準法98条では、この27条36条に違反した場合、所有者に故意があった場合は所有者を、所有者に故意がなかった場合は設計者、施工業者に対して300万円以下の罰金または3年以下の懲役という建築基準法では最も重い罰則を定めています。2階建ての施工令114条および115条の2の2の違反というのも、隣との間の壁に関して火災の延焼させない性能、つまり耐火性の違反です。建築基準法98条および3階建て施工令違反について市の見解、さらに2階建ての集合住宅の調査の進捗状況、また人命に関わる重要事項であることへの認識について、以上3点まとめて答弁を求めます。山中建設局長。建築基準法は本来工事着工前の建築確認制度、完成後の完了検査および違反是正措置により建築物に一定の水準を確保させようとするもので、違反建築物に対してその是正が見込めないものは法第98条などの罰則規定を検討することもございますが、是正可能であれば是正に向けて行政指導を行うことが一般的でございます。今回の3階建ての共同住宅の違反につきましては、平成21年9月7日に所有者から是正計画書が提出されており、是正が見込めますことから現在のところ罰則を求めることは考えていないところでございます。一方、所有者は隣接する2階建ての共同住宅につきましても違反建築物であると本年8月に主張されておりますが、この建築物には入居者もおられますことから現場調査を行い状況でございました。今後につきましては所有者と協議する中で適切に対応してまいりたいと考えております。共同住宅の違反につきましては、おただしのように建築内部で火災が発生した際、その拡大防止および火災に対する一定時間の構造耐力確保を図るための措置の一部が不十分であることなどの違反であり、その内容は人命に関わるものであると認識しているところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。答弁いただきました。違反内容が人命に関わることとご認識はされているようです。2階建て集合住宅に関しては答弁が食い違うようですが、数年前姉派建築士の耐震構造偽装事件が発覚し全国的な問題になりましたが、このメーカーが自分で主張しているように全国で同じ仕様を行っているというのが本当なら、企業を挙げて耐火構造の偽装を行っているとも言える社会的な問題です。またこの違反については罰則が重いという問題だけではなく、火災の延焼を防ぐ措置がなされていないという人命に関わる重要な問題です。そこでお尋ねしますが、所有者には先ほど述べた通り改善指示文書が出され、所有者も8月25日市の事情聴取に応じ改善計画書を提出しているのですが、本件の違法行為の経緯を鑑みると到底所有者である市民の故意による違反とは考えられず、本市の聴取の 場でも主張されたように、このメーカーは
全国でこのような違反行為を行っているものと推察できます。ついては本市地域内に問題となっているこのメーカーの型式と同じ物件が何件あって、それに対する対応はどうなっているのか、以上お尋ねします。山中建設局長。当該工業化住宅が性能認定を受けた平成10年以降、このプレハブメーカーが施工した今回と同様の共同住宅は本市内に他に1件ございました。この共同住宅は本市の完了検査を受け、検査済証の交付を受けております。以上でございます。小上佐子議員。ご答弁いただきました。このメーカーは自分で全国で同じ使用をしているというわけですから、当然指示書を出した建物と同じ違法な建築がなされていると考えるのが普通です。また建築基準法9条には特定行政庁、いわゆる建築確認申請完了検査を取り扱う行政庁として鹿児島市が建築物の工事請負業者または所有者などに対して建築物の除去、改築、修繕などを命ずることができると規定されています。先ほど述べた通り、所有者は改善計画書を提出し、現在でも民事で係争中であることから本人の故意ではないことは明らかです。また所有者である市民が違法に建物を改築したわけでもありません。特定 行政庁として本市にできる調査権、処分権をお示しください。以上答弁を求めます。山中建設局長。特定行政庁としての調査権、処分権につきましては、建築基準法に基づき必要な限度において、建築物等に立ち入り、工事に関係ある物件を検査し、もしくは試験し、所有者等関係者に対し、必要な事項について質問することができることとなっております。立ち入り検査にあたりましては、基本的に所有者等の了解が必要でありますが、検査等の結果、違反の実態があるにもかかわらず、消費者等に違反是正の意思がないなど悪質な場合、特定行政庁は建築物の所有者等に対して建築物の使用禁止など法の規定に基づく命令などを行うことが可能でございます。以上でございます。小上佐子議員。ご答弁いただきました。違法性があると推察できるのに放置しておくのは命に関わる問題です。工事の請負業者であるこの大手メーカーに対して、違法建築物を是正するために必要な措置を取るために、どのような指導命令をなされているのか、建築基準法9条では工事の請負業者、つまりメーカーに対して改築修繕を命ずることができるとあるわけですから、所有者だけに改善指示文書が行くのは極めて不公平で、当然請負業者であるメーカーにも改善を求めるべきではないかと考えますが、メーカーに対して今までどのように対応し、今後どのような処置をし検討していくのか、是正のため本市の取るべき対応の今までとこれからまとめて、以上答弁を求めます。山中建設局長。本市といたしましては、3階建ての共同住宅の違反状況を確認したことから、所有者に対し、違反の是正を指示し、是正計画書が所有者から提出されたところでございます。その計画書では、裁判の結果が出た場合、速やかに是正に着手することとされていることから、本市といたしましては、裁判の行方を見守らざるを得ないと考えておりますが、この違反が人命に関わる恐れがありますことから、速やかに是正が行われるよう要請してまいりたいと考えております。以上でございます。小上佐子議員。ご答弁いただきました。速やかに是正が行われるよう要請をするとのことでしたが、建築主である所有者だけに是正指示を行い、メーカーに指示しないのは極めて不公平です。行政義務としてどのように考えていらっしゃるのか、再度答弁を求めます。山中建設局長。違反の是正指導につきましては、
建築物の所有者、施工者、設計者等の関係者に対して行うことができますが、建築物がすでに完成し使用されている場合は、その是正は財産に関わることであることから、所有者の了解が必要であると考えており、これまで所有者に対して是正計画書の提出を求めているところでございます。今回の件につきましても、建築物の引き渡しを受け、約10年が経過した後に違反となる瑕疵が判明したものであることから、所有者に是正指導を行っているところでございます。しかしながら、今回の件につきましては、施工者へも事情聴取を行い、違反の内容とその是正が必要であることを説明したところでありますが、所有者から是正計画書が提出されたことから、改めて施工者に対して、是正計画書の提出等は求めなかったところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきましたが、納得できません。市民の泣き寝入りに手を貸しているようにしか思えません。それでは市は工業化住宅性の認定制度において違反するものについて国土交通省へ報告はしたのか、しなかったのであればなぜか。以上、答弁を求めます。山中建設局長。今回の違反につきましては、所有者と施工者の間で現在その違法性について係争中でもありますことから、状況に変化があれば、ね、ご連絡をいただきたいと所有者にお伝えしていたところでございます。その後特に状況の変化はございませんでしたが、平成21年6月に所有者から調査依頼がありましたことから、それまでの経緯等につきまして7月1日に本市から国土交通省へ報告したところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきましたが、さらに納得できません。法を遵守し正当に対処行使することの 行政義務なのではないんですか。この問題のある集合住宅は2階建てと3階建てが向かい合っており、住戸の数も13戸と多く住宅街に建っています。火災が発生した場合、重大な人命に関わる事故に発展しかねないことから、所有者はこの欠陥が発覚して以来、各部屋の住民が退去後は後の入居をさせず空き室にしてあります。また来年7月までに現在入居されている方全員の退去を終わらせる計画とのことですが、それまでは住み続ける方たちがいるのです。周辺環境を考えると、火災が発生した場合人命に関わることになることが想定できされますが、市はどのように対応すべきだと考えているのでしょうか。防火被覆が不十分、準耐火構造になっていないということなど、命に関わる問題だと認めているにもかかわらず、7月1日以前のみを報告し、それ以後の報告をしないというのは、係争中であることをことさら強調し、隠れ蓑にして特定行政庁としての市の責務を放棄していることではないか。係争中なら国への報告はしなくてよいことになっているのか、再質問いたします。以上、法に照らして答弁ください。山中建設局長。今回の違反につきましては、平成21年7月と8月に現場調査を確認し、違反事項が10月には確定し、所有者から是正計画書の提出を受け、国への報告についての状況が整ったことから、これまでの経緯等を含めて再度国に報告いたします。以上でございます。小川美佐子議員。答弁いただきました。国には報告されるとのこと、了とします。最後に、集合住宅の周辺環境をも考慮した早急な対処を検討すべきと考えますが、以上、見解をお示しください。山中建設局長。今回の是正が計画されている違反部分につきましては、火災が発生した場合人命に関わる恐れがあることから是正が必要であると認識しております。しかしながら、現在係争中でもあり、その結果がつき次第所有者が是正に着手するとされていることから、本市といたしましては、
裁判の行くよう見守らざるを得ないと考えておりますが、速やかに受精が実施されるよう所有者及び施工者へ要請してまいりたいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。このような悪質な施工者を野放しにすることは多くの人命を危険にさらすことになりかねません。冒頭述べましたように所有者である市民は退職金のすべてをこの建物に費やした上に、全員が退去した後もずっと多額の負債を返済していかなければなりません。所有者である市民にとっては自分の人生を棒に振るような損害を被ることなのです。法の理念にのっとって特性行政庁である行政庁である本市がメーカーに対し厳しく対処されることを強く要請し、私の質問をすべて終わります。以上で小川美佐子議員の個人質疑を終了いたします。以上で通告による個人質疑を終わります。他になければこれをもって質疑を終了いたします。